エルニドの海底ってのは他の海底なんかと違うところってのありますよね、なんか特徴的に。ここは火による被害がないものですから、テーブルサンゴなんかでも非常に大きくなります。なるほどね。ダブルベッドっていうよりもトリプルベッドぐらいの大きさの。あ、そんなに、これがそうですね。あ、これそうですか。はあ。非常に静かな海だもんです。穏やかでしょうね。でもやっぱり潮の流れみたいなものはあるんですか、これ。引き潮満ち潮の入りしかないものですから、いわゆる外洋の波は全然入ってこないわけですね。なるほどね。安全にね。これは海面ですね。こんな大きいやつですね。海面の椅子ね。泳ぐこともあるんですね。ああ、そうですか。めったにこれは横に泳ぐことないんで、もう普段常にこういうふうに縦にサンゴの中にこう突き刺さったように入ってる。これどうなってんですか。頭下なんですか。頭下ですね。下ですか。頭に血が昇っちゃうね、人間だったらね。不思議な習性があるもんですな。Thank you.